エミール・ヨハン・ラン・ベール・ヘインリッチャー・エミール・ハインリッヒャーは、オーストリアの植物学者である。現在のスロベニアのライバフ派の出身である。1678年に、グラーツ大学から、博士号を取得した後、植物学教授、フーベルト・ライト・ゲープの助手を務めた。1882年から1883年の間、ベルリン大学のジーモン・シュベンデナーや、 ビルツブルグ大学のユリウス・フォーン・ザックスのもとで学んだ。1889年に彼はインスブルック大学の助教授、1891年に教授となった。インスブルックの植物園長も兼任し、ホッティング近郊に新しい植物園を作った。1889年にドイツ自然科学アカデミー・レオポルディーナのメンバーに選ばれた。 1903年から1904年に熱帯地域の調査のためにインドネシアのボイテンゾルグの植物園で働いた。特に寄生種植物の研究で知られ、ヤドリギやトゥースワートの詳細な研究などを行った。ヘインルは植物の学名で命名者を示す場合にエミール・ハインリヒャーを示すのに使われる。ありがとうございます。